土屋礼と申します。それでは今宵も言霊の力を信じて朗読させていただきます。Miss youあなたのことを恋してしまった全ての血を流れろ流れろ血まみれの私をあなたに見てほしかった血まみれの私をあなたに抱いてほしかったそして血まみれのまま死にたかったい胸久しぶりに酔いつぶれたたった瓶ビール2本でその日は何かその人に無意識にメールをしてしまった新宿で待ち合わせて1時間だけ飲む何年ぶりだろう一緒に飲むなんてもうその人はすっかり出来上がっているのにハイボールなんか頼んでいる私はまだ飲んでないからビール本音を吐かせたかった言葉の少ない人だから飲まなきゃ言わなきゃこっちも吐けない一本と半分飲んだところでくるくる頭が回ってくる思考回路が崩れていくのが分かる時間切れだ居酒屋のエレベーターでもふらふらと立つのがやっと店を出て手をつないで駅へと歩く珍しく私に歩幅を合わせてくれているもう席はいっぱい差して混んでもいない入り口付近に寄りかかる二人とも酔っている私は恥ずかしい気持ちなどなくてその人の胸に顔を見つめた口紅がつくことを気にせず薄い胸でも安らいだ眠い電車の揺れに倒れそうになる私の肩を優しく抱く人準急だった20数分が長く感じられた気持ちいい居心地だずっとこのままでいたい最寄り駅のアナウンスぴったりと帰りのエレベーター地点に着く手をつなぐ肩を抱く帰り道二人薄い胸私だけの薄い胸球体と点現在と過去と未来は点のようでいて実は球体の円周のようではないだろうか過去には生きられないが過去は現在に続き現在は未来とつながっている今を生きることは過去も未来もはらんでいるのだ毎日
毎日。私は過去と未来をタイムトラベルして生きている。そんな気分だ。点ではない。現在と過去と未来は。豪華。後ろから脳を一撃されたと同時にウイルスも身に入る。悪寒が走り発熱する。リンパはパンパンに腫れ、首から上ばかりが熱い。グラグラとしためまい。脳の中はボールペンで真っ黒に塗りつぶしたノートのページのようだ。ぐるぐるガンガン脳は機能を停止しかけ、言霊を浮かべると激痛を浴びせる。口の中も火のように熱い。体を温めようと食べたもので喉まで焼けた。ついには冷たい液体だけがかろうじて通る。ベッドに横たわっても続くめまい。昼も夜もわからなくなる。ウイルスが焼き尽くすまれ眠る。豪華に焼かれるような激痛を確かにうつらの脳で感じ、それでも生きていく未来にかすかな思いを馳せる。傍らにいるあなたは強く強く手を握ってくれた。痛いくらい私はまた眠った。ちぶさ。血のみ子に乳を与えるとき、出産の痛みよりちぶさの先端は切れいたんだ。そのちぶさも子育ての役目を終え、今あなたの手にある。痛みとともに感じる、それは私を違う世界へと連れていく。本当に同じものなの。その感触に戸惑いながらも身を委ねる。ちぶさと脳はつながっている。そして子宮も。人として、母として、女として、ちぶさはある。ありがとうございました。